怪物を倒せるのはウィッチャーしかいない。さて、飲んで踊ってまた飲んで。まったくもう、また支出が多すぎじゃないか。こんにちは、英雄殿。私はラファエル・ド・スルマン、公爵用の秘書官です。ゲラルトだ。ここでは何をしている？報酬をお渡ししています。何のだ？騎士たちは街道をさまよい歩き、盗賊や怪物からトゥサンを守る。これらの苦労に対して妥当な謝礼を払うのは適切であり公正です。悪質な武装商人団の壊滅に成功したり、同胞の騎士を危機から救ったり、捕まった商人を助け出したりされた場合は私から報酬をお支払いしますので、お忘れなく。報酬といえば、勇敢な功績を挙げられたと報告がありました。よって相応の報酬をお渡しします。気になるんだが、そういう支払いの資金はどこにある？もちろん国庫です。高潔なるアンナ・ヘンリエッタ公爵閣下は勇気と無視の愛国心に重きを置いておられます。いかなる騎士も賃金を得るようにとの公爵閣下のご命令で公爵領の治安と秩序を守るための尽力に対する給付金をお支払いするのです。じゃあまた会おう。お行きなさい、騎士よ。143で2クリア。生きる価値もない。これはこれは、我々を恐怖から救ってくれたウィッチャー殿か。
草に突き刺した熊手みたいに何を突っ立ってるんだ。
この辺りには魔女がいる。危なかった。住んでのところで救ってくれたな。ありがとう。公爵領全体が現実に打ちひしがれて苦しんでる。Ah!
踊るとしよう。Ugh.